バルト海の異物。2011年、あるダイビングのチームが宝探しのためにバルト海北部の海底に潜りました。ですがそこで出会ったのはおかしな物体でした。写真を撮って公開すると多くの人が何かの文明が作った宇宙船が沈んだものだと考え、また自然現象でその物体ができたという人もいました。ですがその物体の構造内部にある金属はどう考えても自然にできたものではありませんでした。遠い昔の氷河時代にできたものだと考える学者もいます。その頃、落ちてきた氷の下に留まっていた隕石なのかもしれません。2種類の潮の流れがぶつかって循環渦ができると渦を巻いた強力な流れができます。恐れを知らないバイキングでさえ潮の渦を怖がりました。大きな船も沈めることができるほど強力だったからです。こういった渦は今でも危険ですが、幸い近代的な大型船は渦の力に十分耐えられます。それでもクルーズ船が渦に入ってしまうと、巨大な波で大きな船でもかなりひどい横揺れをすることになります。潮の渦は本当に強力で、海中のブラックホールのようなものになることもあります。そうなんです、ブラックホールは遠く寒い宇宙に広がっているだけではないんです。地球の海でも渦巻いているんですよ。海のブラックホールはギュッと圧縮されていて、捉えられると逃げることができないため宇宙のそれに似ています。海中のブラックホールは直径 150km に広がっているものもよくあります。そして中に入ってもおそらく気づきません。渦の働きをしますが、その大きさのせいで専門家でさえ境を見つけることはできないのです。次はリラックスできる話を。次回海に行ったらよく注意してください。グリーンフラッシュという光学現象が見られるかもしれませんよ。日没のすぐ後、または日の出の直前です。この現象は太陽がほぼ完全に地平線に沈むとき、上の縁がまだ見えているときに起こります。わずか1秒か2秒、太陽の上の縁が緑色に見えるんです。空を沈んでいく太陽を大気が濃い部分を通して見ているため起こります。地平線の下に沈むとき、大気中で光が反射し曲がって分光します。地平線に雲やもやのない晴れた日にはこの現象がよく見えますよ。気持ちよく泳ごうと思っていたら海の水が赤いことに気づきました。水に入るのはやめた方がいいですよ。フロリダでは微細藻類の濃度が普段より増えたとき赤潮が起きます。海水や淡水で生きている何千種もの藻は大部分が動物にも人間にも無害です。重要な酸素源なので逆に助けとなっています。ですが数種の藻、例えば海水を赤くするものはウミガメや魚、海鳥など海の生物にとって大きな危険になり得ます。この種類の藻は際限なく増えて、人間、特に呼吸器系に問題のある人に害を及ぼす神経毒を作ります。そのような人は特に風が強くて藻が岸に押し流しているときは赤潮の海域を避けましょう。火山は有毒ガスや灰、赤く燃える溶岩を噴き出します。明らかに危険だとわかりますよね。ですが海底火山も違った意味で危険となることがあります。浅瀬にある海底火山は岩の破片や蒸気を空中高くまで噴き出して存在を表すことがあります。海底火山の周りには無限の量の水があるので、地上の火山とは違った動きをします。噴火するときに海水が海中の下動に入るのです。溶岩は浅瀬の海底に広がり、また時には陸の火山から海に流れ込むこともあります。溶岩は水に入ると急速に冷えて砕けて破片や砂になり、大量の噴火堆積物がたまります。ハワイで人気のブラックサンドビーチってご存知ですか？あの砂はこうやってできているんです。熱い溶岩や激しい噴火はどう考えても安全とは思えませんよね。ですが深い海の底にある海底火山も同じぐらい危険です。噴火していない時もです。海底火山は泡のエリアを作り、この泡で周りの海水の濃度が下がって船が沈むことさえあります。本当に危険なのは海面を見てもわからないことです。でも実際は小さな泡があって船が浮力を失っています。でもその兆候がほとんどわからないのです。三角波は珍しい現象で、見た目は美しいですが同時にとても危険です。正方形の波ができることで浅瀬で起こるのが一般的です。フランスや
テルアビブの特定のビーチでよく見られるものですが、世界中のさまざまな沿岸地域でもよく起きています。三角波は2種類の波模様が斜めの角度で動くときにでき、市松模様のようになります。ほとんどの場合、波のうねりが出会ったとき、またはうねりが一方向に波を押しているとき、強い風が反対方向に波を押すと起こります。こういった正方形の波は、泳いだりボートに乗ったりしている人にとって危険なこともあります。強い海流が作った波は予測ができず、高くて3メートルになることもあります。この現象はホワイトウォールと呼ばれることもあり、大きな船を転覆させることができるほど強力なものもあるんですよ。透明のグラスに海水を入れてよく見ると、ごく小さな粒子がたくさんあるのがわかります。海水は溶けた塩分、脂肪、藻、タンパク質、洗剤やその他の人工または自然の物質を含んでいます。そのグラスを振ると水面に小さな泡ができます。波と風が起こって海水をかき混ぜると、このように海の泡ができます。もし分厚い泡の層を見たとしたら、それは藻の花のせいかもしれません。藻の大きな花が海で崩れると、その物質の大部分が陸の方向に流れていきます。ほとんどの種類の海の泡は人間に有毒ではありませんが、藻の花がバラバラになって環境にも人間にも悪影響となる可能性もあります。例えば海の泡が弾けると、それに含まれていた毒が空気に放たれ、目が炎症を起こしたり、その他にも健康を害することになったりします。川が海に流れ込むところに潮津波が起こることがあります。これは流れに逆らう強力な潮で、川の上流へ向かって逆流します。潮津波は潮の高さが突然変わる高潮のカテゴリーに入ります。潮津波はプラスの高潮ですので、川を逆流してもっと高くなります。マイナスの潮位は川が突然とても浅くなった時を指します。潮津波はどこでも起きるわけではなく、川がとても浅く河口が狭いところでのみ起きます。海と川が出会う場所は平らで広くなければなりません。また低潮と高潮の間の場所は少なくとも直径6メートルが必要です。もちろん例外もあります。例えば世界一大きな川、アマゾン川です。アマゾン川の河口は狭くないですが、潮津波が起きます。河口が浅く、多くの砂州と低い島々があるからです。アマゾン川の潮津波はとても強く、三角巣もありません。堆積物は直接流れの速い大西洋に運ばれていきます。潮津波は予測できないことが多く、非常に激しくなることもあります。川の色は緑っぽい色や青から茶色に変わります。植物の生育にダメージを与えたり、地面から木が引っこ抜かれることもあります。ですからカヤックやリバーサーフィンなどのウォータースポーツをこういった場所でするのは危ないですよ。潮津波をただ見てみたいという時も気をつけてください。高潮にさらわれて、すべての人や物が激しい流れに引きずる。インドネシアのカワイジェン火山は普通の溶岩を噴き出している火山とは違います。この奇妙な火山は他の火山のように黒い煙と赤い溶岩を噴き出す代わりに、青い炎と電気を帯びた青い溶岩を噴き出します。この現象はこの火山が世界中で最も高いレベルの硫黄を含んでいるのが原因で起こります。硫酸ガスは灼熱の空気と相互作用を引き起こすことにより、溶岩に照らされると青く見えるのです。ですが残念ながら、この魅惑的な光景が見られるのは夜間だけ。匂いは一日中消えません。ちなみにこのクレーターの中には世界中で最も強力な酸性湖が隠されているんですよ。視界は厳密に言えば湖ですが、海に比べてかなり高濃度な塩分とミネラルが含まれています。泳ぐことはほとんど不可能ですが、人々は体に良い天然化学物質が含まれていることを知っているので、この場所を訪れます。それに水面に浮かんでいるだけでかなりリラックスできるんです。この古代からの水域は海の 9.6 倍の塩分を含んでおり、肉眼で見える生物が生息できないため、そのように名付けられました。高濃度の塩の中で生き残れるバクテリアや菌類はほんのわずかしかいません。さらに海抜マイナス427メートルという地球上の陸地で最も低い標高に位置しているんです。メキシコのある地域の地下には青函世界のような水晶の洞窟が広がっています。
地表から約300メートルの地下にあり、柱の長さは最大11メートル。その中には重さが最大55トンになるものも。これらの水晶は世界でも有数の大きさを誇っています。ラスケンタイアビーチでは白い砂浜と紺碧の水が無限に続いているように見えます。思わずこのトロピカルな雰囲気に惑わされてしまいそうですが、実際にそれが存在する場所はスコットランド。そのためこのような景色が楽しめるのは5月と6月だけ。12月には1日平均1時間しか日光が当たらないので、モノクロでよりドラマチックに見えます。ジョージアガイドストーンでは巨大な石が星形に並べられており、ヒンディー語、中国語、スワヒリ語などを含む8カ国語による碑文が記されています。完成したのは1980年で、数世紀にもわたって作成された天文歴が刻まれていますが、誰が作ったのか、また作られた理由は何なのかということは謎のままなんです。カリフォルニア州にはジャイアントフォレストのあるセコイア国立公園があります。これらの木々の樹齢は数千年だと言われています。この地域には8000本以上の巨大な樹木があり、そのうちの10本は現在生きている世界最大級の植物。シャーマン将軍の木は樹齢2700年と推定されていて、世界最大の体積を持つ生きた木として認定されています。かの有名なイースター島のモアイは何百年も前から存在していますが、作られた理由が正確には分かっていません。一部の科学者たちは地元の人々が彫像を作ることにより土壌が肥沃になると信じていたと説いています。付近の土壌を分析したところ、島で農業をするのに最も適した場所だったので、モアイがそのために作られたと考えられているようです。トルコにある古代温泉の化学成分は注がれる水を魔法のように見せる効果があり、体だけでなく心も浄化されるということです。サウジアラビアには真ん中からスライスされたように見える岩が平行に並んでいます。アルナスラがユニークなのは、これが人間の手によって作られたものではなく、長年にわたる自然によるものだということ。この氷河は南極大陸の真ん中に大量の赤いペンキを落とされたように見えるかもしれませんが、実際には自然にできた色。血の滝は極度に濃い塩水と酸化鉄が混ざり合うことにより発生し、真っ白で何もない世界の中で不気味な雰囲気を醸し出しています。2018年5月初旬、アメリカのニューイングランド地方では近代史上最も恐ろしく危険な現象である超長距離竜巻が観測されました。ニューハンプシャー州チャールズトンの付近で発生した後、メリマック郡のウェブスターの町へ向かったのです。この竜巻は約58キロを33分間で移動し、ニューイングランド地方で3番目の長さの竜巻となりました。フィリピンでは透き通った海で泳いだり、パラワン州で水中の世界を発見することができます。コロン島の自治体には白い砂浜があり、小さなボートに乗って多くの素晴らしい景色を眺めることができるんです。トリスタン・ダクーニャは大西洋の小さな火山群で、近隣都市はアルゼンチンのブエノスアイレスと南アフリカのケープタウン。このユニークな場所を訪れるには船で7日間かかります。世界の他の地域から脱出して現地の280人の人々と一緒に生活していると、全てのものから離れたような気分になるんだとか。2018年1月の1週目にアメリカ北東部を襲った異常な寒波は、マサチューセッツ州ノースファルマス郡に面する大西洋の水を凍らせてしまいました。さらに海が完全に凍ったことで、人々は波の上を歩くことができたのです。中国の天津に観光客が集まるのは、ビーチをユニークに見せる赤い砂が理由。海水の中にスエダサルサと呼ばれる赤い植物が生息しているため、ビーチ全体が赤い色で覆われていて、透明なのは水面だけなのです。重力に逆らっている場所があるとしたら、それはアルゼンチンのダバスコの岩でしょう。ここでは崖っぷちにある不安定な300トンの巨大な岩が風によって左右に少し揺れていたんです。人々が下にガラス瓶を置いてチェックすると、岩の動きによって割れてしまったということ。残念ながら今日では1世紀前とは異なり、この自然の脅威を目撃することはできません。
1912年に岩は文字通り何百年もの間乗っていた場所から突然落下してしまったのです。近郊のタンディルの町の人々はこの出来事に悲しみ、95年後の2007年に岩を復元することに決定。自分たちでプラスチック製の岩のレプリカを作り、同じ場所の同じ位置に置いたのです。そのため今でもタンディルに訪れると有名な岩を見ることができます。すぐに発見できるものの、重量が9トンしかないため揺れることはなく、シンボルとしての役割を果たしているのです。ソコトラ島はインド洋のイエメン沖にあるエキゾチックな島で、流血樹と呼ばれるユニークな木が生えています。この木はこの島でしか見られない珍しいもので、2008年に世界遺産に登録されました。灼熱の空気柱を見ても世界の終わりではないので、慌てる必要はありませんよ。これは旋風の音と灼熱の炎の不気味な組み合わせである火災旋風によるもの。この危険な現象は主に山火事の最中に発生します。火災によって地上の近くの空気の温度が上昇し、その灼熱の空気が高い場所にある冷たい空気に触れることにより、燃える瓦礫や炎の混ざった旋風を発生させるのです。強力な火災旋風の中には数十メートルの高さに及ぶものもあるようです。アメリカのオレゴン州ゴールドヒルにあるハウスオブミステリーは、重力を無視した効果により訪問者をびっくりさせるんです。ここではまっすぐに立つことはできないので、常に寄りかかってバランスを取るために何かを握っていなければなりません。この小屋の中ではボールが上向きに転がったり、部屋の中にある他のものとは違ってどこに置いても完全に静止しているほうきなどが見られます。地元のネイティブアメリカンの部族は家が建設される前からこの場所を禁断の地と呼んでおり、近づかなかったと言われています。ですがこの小屋の所有者はそれをアトラクションにすることを思いつき大成功したのです。怪しい雰囲気を作り出し、それに関するニュースを新聞やネット上で拡散したので、かなり話題になりました。実際好奇心をかきたてるために目や他の感覚を混乱させる錯覚画像を多用しています。フィリピンやインドネシアやパプアニューギニアに旅行すれば、世界で最も珍しくカラフルな木々を見ることができるかもしれませんよ。レインボーユーカリの幹はオレンジ、緑、赤、紫、黄色、茶色、青などに塗られているように見えるんです。中にはかなり派手な色の木もあるので、人間によって手が加えられているように見えることも。レインボーユーカリの樹皮は定期的に剥がれ、その下には明るい緑色の層が現れます。その後緑の層の色が徐々に変化しますが、幹は部分によって変化するペースが異なるので、非常に多彩で魅力的に見えるのです。イエメンには世界最古の高層ビルと最古の大都市があります。砂漠に泥の建物が建設されているところから、古代都市シバームは砂漠のマンハッタンと呼ばれています。昔はキャラバンの停留所としても利用されていたそうです。ここは地球上でも有数の乾燥地帯であるチリ北部のアタカマ砂漠。でもこの砂漠には美しい秘密が隠されているんです。その秘密とは、3年から5年ごとに突然花が咲くというもの。かなり有名で砂漠花畑とも呼ばれています。花の種は地面に落ちると雨が降るのを待ち、砂漠に十分な水が補給されると約200種類の花が咲き始めるのです。そしてアタカマの黄色い砂が紫、白、緑、そしてピンク色に変化します。砂漠で見られるもう一つの神秘的な現象は砂の滝と呼ばれるもの。風が多くの砂を峡谷の端に移動させると落下し始めます。そしてこのサイズが100倍になるとサウジアラビアにある砂の滝のようになるのです。ナイアガラの滝のようですが、一滴の水もありません。地元の人々はこの現象のことを砂嵐が起こる前触れだとしています。近隣は妖精の輪とも呼ばれる草原や森林地帯に現れる不思議なキノコの輪のこと。近隣がほぼ完璧な円を形成する理由については多くの説がありますが、迷信では妖精の踊りが地面を燃やしキノコを急成長させると言われています。インド南部では2001年7月から9月の間に歴史上有数の奇妙な気象現象が目撃されました。
なんと真っ赤な雨が降ったのです。多くの人は典型的な暴風雨だと思っていたので、かなりショックを受けたとのこと。そしてその色は服にシミをつけるほど濃かったそうです。さらに緑、黄色、茶色や黒など他の色になることもありました。モンスーンの真っただ中に赤い雨が降り始めて、数週間定期的に降り続けました。研究者たちはこの異常な雨にホコリや藻が含まれていることを発見。ですので舌で舐めようとしては絶対にいけません。科学者たちにも藻が雨の中に含まれた理由は完全には分かっていないので、この現象は未だに解明されていないのです。ヘスダーレン渓谷の奥にあるノルウェー中部の田舎に住む人々は、白、黄色、赤の光が空を横切るのをしばしば目撃することがあります。この光は昼と夜に現れ、80年代には週に15回から20回ほど目撃されていたんだとか。このヘスダーレンライトはほんの数秒間しか見られない場合もありますが、1時間以上続くこともあります。ライトが動き、宙に浮いたり揺れたりしているように見えるとのこと。一部の科学者たちはこれらの光の原因がイオン化された鉄粉によるものだと考えています。他の科学者たちはナトリウム、酸素、水素の燃焼だと言っています。でも多くの人々は単に誤認された飛行機だと主張しているようです。スノードーナツは滅多に見られない珍しい気象現象の一つで、これが形成されるためには完璧な気象条件が必要となります。この驚異的な雪の輪を見るためには、ロッキー山脈のような雪に覆われた山岳地帯で風、気温、雪、氷、湿気などの条件が全て揃っていなければならないのです。地面の湿った雪の薄い層の下に氷か粉雪のある状態で強い風が吹くと、雪だるまのようにドーナツ型になって丘を転がり始めます。そして転がり終わると野球のボールサイズから車のタイヤのサイズになることがあるんです。でもサイズは全て風の強さ次第のようです。できたばかりのスノードーナツはあまり長く持たないので、もし発見したらすぐに撮影してくださいね。地球上に他の惑星のようなもう一つの独立した生態系と大気を持つ場所があるとしたらどう思いますか？ルーマニア南東部にあるモビラ洞窟はなんと550万年もの間完全に暗闇の中に閉ざされたままだったんです。それが分かったのは建設する場所を探していた労働者たちが洞窟を発見した時のこと。科学者たちは洞窟への入り口を作った際に内部で完全に持続的な生態系が反映していることを発見したのです。多数のトンネルを通り抜け、岩に穴を開けて道を作った後、科学者たちは腐った卵のように悪臭を放つ硫酸の湖を発見しました。その場所の大気は硫化水素で満たされ、地上の大気の100倍の二酸化炭素が含まれていたのです。言うまでもなくこの大気はかなり有毒。さらに信じられないことに、この洞窟内には独自の生態系が存在し、地球上の他の場所では見られない33種の生物が存在していたんだとか。この洞窟は全く異なった大気を持つ他の惑星に生物が存在するということを証明しています。でもその存在が誰にも知られていなかったのは不思議ですよね。ここにある木を見てみましょうか。これはインドゴムの木と呼ばれるもの。強い根は地下ではなくて表面に生えています。人々は特別なフレームと留め具を使うことにより、根の成長の仕方をコントロールする方法を編み出しました。例えばゴムの木の近くに穴があり、片方の端からもう片方の端まで橋を架けたかったら、成長する木の根をその方向に向ければ時間が経つにつれ地面に根が張り、土砂を頑丈にしてくれるんです。そして一本の橋が出来上がるまでに約15年ほどかかるんだとか。こちらは生命の木と呼ばれる驚くべき木で、バーレーンの砂漠に生えています。数キロ四方の砂に囲まれているこの木は、砂丘の上に400年以上も生えています。ここは非常に暑く湿気もありません。ですが木は緑の葉を持ち成長し続けているんです。今のところ科学者たちはこの木がどのように水分と栄養分を得ているのかということを理解していません。周りには油田しかないので、地元の人々は木が神聖であると信じているようです。
この木は生命の奇跡と自然の力を象徴しています。一部の専門家たちは全て根によるものだと確信しているようです。根がかなり深いところまで張っているので地下の水源に到達しているのです。夜通しで何時間も運転してきたので眠る機会もなくうとうとしてきました。車を止めて手足のストレッチをしながら空を見上げると美しい日の出が見えます。でもなんと空には太陽が3つ見えるではないですか。目をこすっても3つの明るい太陽が見えます。ですが3つに引き裂かれたわけでもなく、もう1つの太陽が現れたわけでもありません。これは幻日と呼ばれるもので、主に激しい霜の際に発生する現象。空にある小さな氷の結晶が光を屈折させ、一つではなく3つの明るい部分が見えるのです。この現象は正式にはハローと呼ばれています。通常、太陽の周りに見えますが、夜にもハローを見ることができるんですよ。街灯を見れば周りに明るい円が見えますよね。時々ハローはより奇妙な形に見えることもあります。そして空気中に氷がたくさんあると、十数個の鏡がある部屋のようにさらに光が歪み始めます。ハローは人間の目の形に見えることもあるんですよ。その現象のために夜明けと勘違いされることがあるほど。地平線を見ていたら夜明けが始まり、太陽の先端が現れます。でもちょっと待ってくださいよ。太陽が空に溶け出してしばらくしたらまた暗くなってしまいました。そしてその数分後、本物の太陽が顔を出します。これは前述した3つの太陽と同じ光の屈折効果が原因。でもここでは光が水平ではなく垂直に湾曲しているのです。そして本物の太陽ではなく空の氷の結晶の反射が見えていたのです。でも地平線上に3つの日の出が見えることがあります。まあこれは地球上の話ではなく340光年離れた場所でのことですが、宇宙には中心に太陽のほぼ2倍のサイズの恒星を持つ恒星系があります。そしてこの恒星の周りを2つの小さな恒星が周回しているのです。この奇妙な世界にも惑星が存在しています。ここでの日没と夜明けの際には本当に3つの恒星が見えるのです。この惑星にいる場合には夕日を眺めるために恋人を公園のベンチに連れて行けばデートはうまくいくはず。今回は最も衝撃的な自然現象について話してきたので、最後に砂漠での雪についても触れておきましょう。そう、2018年の冬、地球上で最も乾燥している暑い場所の一つであるサハラ砂漠の住民は、起床時砂が厚い雪によって覆われていることに気づいたのです。場所によっては砂丘を包む雪の層が38センチにも達するところがあったそうですよ。気象学者たちはこの信じられない現象について、直前に起こった嵐からの降水と冷たい空気が混ざって雨ではなくて雪を降らせたと説明しています。もし皆さんがその場にいたら何をしますか？雪のラクダを作りますか？そしてコブは一つにしますか？それとも二つ？火山の噴火という現象はそれそのものが恐ろしいですよね。そんな中、空で雷が鳴り響きます。いやー、悪夢のような火山噴火がより迫力のあるものになりましたね。この雷は濃い火山灰が吹き上げられることで低空で生まれる静電気、また上空の成層圏で激しく動く氷の粒によっても雷が生まれます。冬に円弧に立つとまるで巨大な鏡の上に立っているかのような錯覚に陥りますね。ここは南米で最も標高が高いボリビアに広がる1万平方キロメートルの円弧です。この大自然によって生まれた鏡は、太古の時代に生まれた湖が生み出した景色なのです。平たいように見えるこの地域は GPS で判別すると、ところどころに数センチ足らずのくぼみがあることがわかります。存在する塩の量は100億トン。タイミングが合えば付近の湖の水が溢れることによって、空を鏡のように反射した景色を見ることができます。ここは地域に塩とリチウムを供給している場所なのです。世界初の塩のホテルも必見ですよ。ペルーのレインボーマウンテン。この景色がどのように生まれたか、科学的な説明は未だにされていません。色とりどりの山頂は
到達することが困難ですが、青や赤、緑、黄色、ピンクの縞模様が自然界に浮かび上がる姿は必見です。凍った UFO のように見えるこちらは可燃性のメタンガスの気泡。水中に閉じ込められたこの泡は幻想的な風景を作り上げています。カナダ・アルバータのアブラハム湖をはじめとした北方の湖に多く見られるこれらの泡は、動物の死骸や落ち葉が水に落ち微生物に分解されることで発生するものです。ここからでも匂ってきそうですね。2018年3月、東ヨーロッパで発見されたとある現象。スキー客が滑り降りたのは、なんと赤い空の下のオレンジ色の斜面。それはまるで火星の砂の斜面の上を滑り降りているかのような体験だったのだといいます。しかしこの現象の神秘的なイメージとは裏腹に、その原因は至ってシンプルなものでした。サハラ砂漠で発生した砂嵐がそこまでたどり着いたものだったのです。嵐に乗って飛んできたのは塵や砂、花粉など。これらの粒子が雪をオレンジ色へと変化させたのでした。気象学者の言うところによると、この現象は同様の地域で5年おきに起こっているものなのだそうです。この雪は口に入れてはいけませんよ。2018年2月20日から21日、アメリカ合衆国北東部で発生したのは世にも珍しい熱波。そう、2月の真っ只中にです。これは1800年代に気象観測が始まって以来最大の冬の熱波でした。例えばメイン州フライバーグでは気温が21度にまで上昇したため、多くの人がコートを脱ぐ羽目になりました。マサチューセッツ州フィッチバーグでは外の気温が26度と見るや否や人々がサンダルを着用。ペンシルベニアのハリスバーグでは28度を記録し、メイン州ウェルズでは25度が記録されました。11000年前、年も金属の道具もなかった現在のトルコで卓越した技術によって作られたのがギョベクリテペです。ティラノサウルスの3倍の重さの石灰岩を持ち上げ、それを刻んだ方法も、それが何を表しているかも明らかになってはいません。アメリカ合衆国ワイオミング州のデビルズタワーがどのようにして生まれたのかは明らかになっていません。これは高さ264メートルの岩で、ほぼ垂直の岩壁がそびえています。それがワイオミング州の広大な平原の上にそびえています。どうしてそんな平たい地形に突然このような岩が現れたのでしょうか。そのことについては様々な仮説が唱えられていますが、正確な答えは分かっていません。クロアチアのレイクス国立公園は世界遺産にも認定された一大観光スポット。固有の動植物が暮らす場所です。無数の滝と湖にあふれた景色はまるで映画のセットのようです。1980年代中頃、スキューバダイビングの最中、日本沿岸で発見されたのが与那国島海底地形。その年代は数千年前のものだと言われていますが、果たしてそれが人の手によって作られたものであるかに関しては諸説があるようです。仮にこれが古代の都市だったとすると、謎は深まります。それはどのような文明のものであったのか、そしてそれはどうして沈んでしまったのか。こちらの石の形状は全く人の手によらない火山活動からなるものです。アイルランドにあるこのジャイアンツコーズウェイがこのような形状になった理由は未だ分かっていません。1812年、理由こそ分かってはいませんが、とあるイギリスの農家が地元の画家にお金を払い、丘の斜面の土を何トンもどかし、そこに白いチョークで絵を描かせました。しかし画家は代金を持ったまま逃走。というわけで農家はもう一度代金を支払い、こうしてアルトン・バーンズ・ホワイトホースが完成したのです。アイスランド・スヴァーティフォス滝、その名前はそれを取り巻く溶岩の柱に由来します。滝壺には鋭い岩が立ち並び、数多くのアイスランド建築のモチーフとなりました。湿度の高い冬の森の夜、ここではまるで絹や白髪のようなヘアアイスを見ることができます。不思議な氷の結晶が腐った丸太の上で育つのです。儚い命のこの氷は日が出るや否や溶けてしまいます。この氷が生まれるメカニズムはごく最近になって解明されました。これはなんとキノコのせいだったのです。
キノコの働きが髪の毛のように細い氷を育て、それを支えていたというわけです。このキノコがない場所では氷は全く違った形になります。伸びの原因として最も多いのは落雷。しかしその一方で伸びが雷の原因となるケースがあります。2018年5月11日、テキサス州アマリロからさほど離れていない場所で大規模な火事が分厚い雲を上空に生み出したのです。熱によって生まれた雲は嵐となり、 100km 離れた先のテキサス州ウィーラー郡でコイン大の氷を降らせました。カーヘンジはネブラスカ州でも最も奇妙なランドマークと言えるでしょう。本物のストーンヘンジを参考に作られた、自動車で作られたこのモニュメントは制作者が父に捧げたもの。車はモノリスのようにそびえ立つものもあれば、アーチ状に組み合わさっているものもあります。一体どうしてそんなものを作ったのだと問われた制作者はこう答えたのだとか。なんでダメなの？もう一つのストーンヘンジ亜種、これはミシガン湖の湖底で2007年に発見されました。エンジンを組んだ岩の表面にはマストドンの姿が彫られています。この生き物は1万年前に滅んだ種ですから、この彫刻はそれよりも古いものであると推察されます。そしてこのモニュメントの場所は公にはされていません。カナダのハドソン湾は世界で最も重力の弱い場所。これは正確な計測の結果明らかになったもので、疑り深い研究者も認めざるを得ないのだとか。とは言っても、この重力が月ほど弱いのかといえばそうではありません。その差はほぼ誤差に近いのです。正確に言うと 0.005%、 つまり200分の 1%。 どう頑張ってもその差を感じることはできません。しかし重力が弱いことは間違いないのです。これはこの一帯を1万年前に覆った氷河のせいだと言われています。その働きで岩が圧縮され、その影響が未だに戻っていないというのです。時とともにこの重力の不均衡は元に戻ると考えられています。2010年、ナイル川から 400km 西に離れた乾いたサハラ砂漠で魚の化石が発見されました。この発見は、現在サハラ砂漠のある場所がかつては海だったのではないかという仮説を生み出し、地質学的な調査が行われました。すると意外なことが分かりました。砂の下には確かに巨大な痕跡があったのです。しかしそれは海ではありませんでした。数ヶ月にわたって地上で GPS を使用したことで集められた地形データによると、サハラ砂漠の底には盆地が複数あることが分かったのです。その周辺には太古の人類が暮らしていた跡もありました。彼らがどうしてその場所に移住したのかという答えはすぐに分かりました。かつてこの場所にはおよそ10万平方キロメートルの淡水をたたえる巨大な湖があったというのです。これはミシガン湖のおよそ半分の大きさです。あなたは屋外でのハイキング中、これからテントを張る場所を探しています。聞こえてくるのは木々のざわめきと足元で枝が立てるパキッという音。おや、リスたちが向こうの木を登っていますね。するとそんな時、あなたの目の前に意外なものが現れました。向こうの木の間に垣間見えるのはコンクリート製の何か。おかしいな、あなたは森の中に30キロも分け入ってきたはず。この辺りには町も村もなかったはずです。あなたは友達と共に道を外れ、その物体に近づいてみることにしました。近づくにつれて分かったそのものの正体、それはどこへも続いていない階段でした。こんなところになんで階段だけが。しかもその先には何もないだなんて。あなたはシャーロック・ホームズさながらに推理を始めました。もしかしたらここには古い家があって、そこが何年も前に朽ち果て階段だけが残ったんじゃないだろうか。あなたはこの不思議な構造物の周りを何周かしてみましたが、遺跡のようなものも家の基礎のようなものも全く見当たりません。まるで何者かがケーキを切るかのように、この階段をどこかからそのままそっくり移動させたかのようです。理由もなくね。不気味すぎてあまりこの階段には近寄りたくありません。何か嫌な予感がする。なんだか眺めれば眺めるほどにこの階段の不気味さは増していっているかのようです。
本能があなたにすぐにこの場を立ち去れと訴えかけてきます。とまあへんてこな話もあったもんですが、このような場違いな怪談が森の中で発見されるという事例は意外と多くあったりするものなんです。見つかる怪談は木製のものもあれば石造りのものもあり、古くから残っていたかのようなものもあれば、つい昨日仕上がったばかりのようなものもあります。ただ一つだけ共通している点、それは階段の先には何もないこと、そして発見される場所がとにかく謎すぎるということ。例えば中でも有名なのがニューハンプシャー州チェスターフィールドの森で発見されたものです。この中世ヨーロッパ風の長い階段は石造りで、ローマ風のアーチ構造を持っていました。階段はパリで活躍した有名歌手マダム・アントワネット・シェリーの居城の一部と思われていました。城は100年前頃に建てられたもので、1962年に階段だけとなった姿で再び発見されました。また別の階段は9000年前のもので、イタリアの森の奥地で発見されています。これは小高い足場を目指していくつもの階段が並んだ構造をしていました。しかし行く手に何もない階段をわざわざ作る理由は何だったのでしょうか。専門家はこの場所にはかつて儀式を行うための塔が立っていたのではないかという説を唱えています。しかしその本当のところは全く分かっていません。お次は階段以外の不思議な現象について。インド洋にはインド洋ジオイド低域と呼ばれる異常地域が存在しています。ここは世界で最も重力が歪んでいる場所。地下に存在する鉱物や海溝、マグマだまりが付近一帯の磁場に変化を与えています。このような重力異常は地球のさまざまな場所に存在しており、その場所を調べることで地球の中で何が起きているのかを知ることができます。通常周りより重力が強い場所は地中に密度の高い物質が埋まっていることを意味します。例えばこのような重力異常はマントルが地殻を上がろうとして形を変えているために起こっているという説もあります。ニーハウ島は現代科学から隔絶された場所。自動車も走っておらず、基本的な移動手段は徒歩か自転車です。住民の皆さんの足がたくましいのはそういうことなんですね。島の生活には水道もインターネットも売店もありません。そして島にある唯一の学校は太陽光発電で電力を得ています。そのような学校はハワイ州ではここだけなのだとか。島の住民になるには地元民が定めるルールに従わなくてはなりません。破った場合は退去処分となります。さてお次はタイ北東部バンコクにほど近い場所。ここには7500万年前から存在する岩石層があります。これらの岩は泳ぐ3頭のクジラに見えることからスリーウェールズロックと名付けられています。何百万年も前、この一帯は全て砂漠でした。しかし地形が変わるとともに砂岩が大陸プレートと侵食によって引き裂かれた結果、このような面白い構造が生まれたのです。スリーホエールズロック周辺のハイキングルートでは滝やありとあらゆる動植物を見ることができます。ヤマル半島とギダン半島に存在する縦穴は2014年に発見されました。この穴はまだまだ形を変えている真っ最中。穴はどんどん広がり、また穴の数も増えていると報告されています。穴が生まれた理由については、隕石の衝突から未知の文明の活動といったものまで様々な説が唱えられています。最も信憑性のある説はメタンガスの活動。永久凍土が溶け始めたことで、このガスが水と反応し爆発的に生まれた泡が穴を作ったとするものです。とはいえ穴は数万年前から存在していたという可能性もあり、確たることは誰にも分かりません。さてニューメキシコ州の小さな町タオスに車で向かいましょう。ここに住む人の 2% は毎日謎の音に悩まされています。この音は宇宙人の仕業に違いないという人もいれば、町に住む悪霊のせいだとする人もいます。町そのものが呪われているんだという話もあるのだとか、祖先の行いに対し悪霊が復讐をしているのだという迷信も存在しています。とはいえ今のところは科学者ですらもこの音の出どころを突き止めることができていません。別の説ではこの辺りの音響効果が原因だとするものもあります。またただの集団幻聴だろうという説も。
皆が同じ噂をしているから自分も聞こえているような気になるというのです。音は誰にとっても同じように聞こえるわけではありません。誰かにとって低くうなる音に聞こえたかと思えば、また別の誰かにはもっとはっきりブンブン言うように聞こえるのだそうです。このような不思議な音が聞こえる現象は何もこの町に限ったことではありません。これはハムと呼ばれる現象で、実は世界中で報告されているもの。スコットランドの小さな村に住む人々はこれを低く太い振動音だったと表現しています。フロリダでも同様の体験が報告されています。この現象がいつから始まったかは分かっていませんが、メディアで騒がれるようになったのは1970年代のイギリス。また200年前の文献にもこの音が登場します。統計的にはこの音が聞こえる人は人類の 2% だけであると言われています。もしかしたらこの一部の人は低い音に対してより敏感なのかもしれません。しかし全く別の理由がある可能性も否定できません。案外自分が歌を口ずさんでいるのを自分で忘れているなんてこともあったりして。インドネシアのとある火山は青く輝く溶岩とエレクトリックブルーとパープルの火花を吐き出します。この現象は火山に含まれる硫黄の量が世界屈指であるために発生しています。ですから近くによると激しい硫黄臭がするはずです。硫黄ガスが高温の大気と反応し、溶岩によって着火すると青い炎色反応が起こります。またこの火山の火口には世界最大の酸性の湖が存在しています。水中の川や湖、これらは塩水だまりと呼ばれています。この水は高い塩分濃度のために密度が高く、そのために下に沈む性質を持ちます。そうして海底で川や湖を作るのです。これらの湖では波が起こり、それが湖岸に打ち寄せるかのような動きを見せます。潜水艇に乗ってそこまで行くと、潜水艇はこの水に簡単に浮くことができます。しかし生身でこの水の中で泳ぐことは避けた方がいいでしょう。塩水だまりには有毒なメタンや硫化水素がたっぷり含まれていますからね。皆さんがどうしてもやりたいと言っても私はごめんです。メキシコのクリスタルの洞窟は世界で最も美しい水晶構造を見ることができる場所です。洞窟の環境条件のためにこの場所の水晶は信じられない大きさに育ちます。洞窟内は蒸し暑く、水に含まれた大量の鉱物がミルキーホワイトの水晶を育てます。中には電信柱よりも高い結晶もあるほどです。円筒形のスノードーナツ、これは積もった雪が強風によって転がっていくことで生まれる現象です。雪玉を作る場合、どこかで重さが勝り、それ以上風では転がらなくなります。しかしスノードーナツの場合、中心が空洞であるため止まることなく転がり続けるのです。円筒状になった雪の中心は薄く、そこは風で簡単に穴が開きます。こうしてドーナツ型が生まれるのです。全体の重さは雪玉よりも軽く、それに応じて転がる距離も伸びていきます。しかしあらゆる条件が合致しないと生まれないため、非常に珍しい現象です。エチオピアのダナキル低地は地球で最も奇妙な地形の一つでしょう。ネオンカラーの温泉が点在する塩の平原、立ち入る際には細心の注意を払う必要があります。ロシアではバルト海沿岸に不思議な国立公園が存在します。ダンシングフォレストの謎を科学者は未だに解明できていません。この森の松の木は全てが曲がりくねっているんです。この森はこの地域一帯の砂丘の砂を安定させることを目的として60年代初期に植えられました。説の一つによれば、このように木が曲がってしまうのは不安定な砂が原因です。もう一つの説としては、強風または超自然的な力。この森はポジティブなエネルギーとネガティブなエネルギーがぶつかり合う場所で、そのため木が曲がってしまったと考えられているのです。地元の伝説では、木のリングを一つくぐって登るとその人の寿命が1年伸びる、または願いを叶えてくれると信じられています。それいいですね。さて、変な木といえば、イタリアのピエモンテにも存在します。ここでは桑の木の上に桜の木が生えています。何がおかしいかというと、どちらの木も全く健康なんです。土星の北極付近で吹き荒れる巨大嵐は六角形という変わった形をしています。これはおそらく風の勾配が原因です。
この雲の長さは 14,500キロで、地球の直径よりも 1,758キロ長いんです。この六角形は何年にもわたって観測がされていますが、色が変化するという点でさらにミステリアスです。かつてはターコイズ色だったものが最近ゴールデン色に変わりました。季節の変化とともに北極点が太陽の光にさらされるようになったことが色の変化の理由です。雨が珍しくないワシントン州のオークビルですが、未だに確固たる科学的理由がない雨が降ったことがあります。空から降ってきたのは通常の雨粒でなく、透明のクラゲのような塊。この塊は58平方キロメートルの範囲で降りました。この雨粒に近づいた人は風邪のような症状を発症。さて、この塊は何だったのでしょうか。研究者によれば、これらの塊には人間の白血球が含まれていたと主張しています。後のテストではこれには中心核がないことが分かりました。蒸発したクラゲが雨になったという説もあれば、商用飛行機の廃棄物であるという説もあります。ウォーキングロックズとしても知られるセーリングロックズは、外的な力が加わっていないにもかかわらず、デスバレー国立公園中を移動し、土と砂の上に長い跡を残します。今まで複数のタイムラプス映像が撮影されてきました。科学者たちが複数の岩に GPS をつけたところ、岩がかなりの速度で移動していることが発覚。凍えるような気温の中、夜中に形成された氷の薄い層のおかげで、日中氷が溶けきるまで岩が動いているというのが説の一つです。それか、ローリングストーンズのライブがあったとか。って、冗談ですよ。シベリアにあるバタガイカクレーターは、あの世への扉のような見た目をしています。長さおよそ1キロ、深さ86メートルのこのクレーターは、今でも大きくなり続けています。深くなればなるほどあらわになる地下の層。この層を見てみると、1000年前の地球の状態を知ることができます。このおかげで当時の気候がわかるんです。クレーターが姿を現したのは60年代。急激な森林破壊がきっかけで始まりました。木の影がなくなり、地面がだんだん温まってきたんです。このおかげで永久凍土が溶けてクレーターが形成されました。ニューメキシコ州のタオスで聞こえるブーンという低い音は、1990年代から地元の人を悩ませています。この低周波の音のおかげで、人々は睡眠を妨害され、疲労感に襲われています。科学者たちがこの音の正体を解明しようと試みてきているものの、その原因の特定には至っていません。似通った現象は、英国、オーストラリア、カナダ、アメリカの別の場所でも報告されています。幸いこの音が聞こえるのは世界の人口の 2% ほどのみです。この音は機械装置、聴覚系への妨害、動物などが原因ではないかと考えられてきました。ウエストシアトルで聞かれるブーンという音はトードフィッシュが原因だとされています。金環や近隣とも呼ばれる妖精の輪は、草の生えた地面にキノコがミステリアスな輪を作る現象です。キノコがほぼ完璧な輪を作り出す理由に関しては、たくさんの議論がなされています。伝説によれば、妖精が踊ると地面が焼けて、そこに急速にキノコが生えるそうです。コスタリカには300個ほどの石球が集まっている場所があります。地元の人は、玉を意味するラスボラスと呼んでいます。これらの石球は、ほぼ完璧な球体です。巨大なものは、一つで16トンほどの重さがあります。さらに反霊岩、石灰岩、砂岩など様々な素材からできています。オサの家に向かってまっすぐ並べられていたのではと考えられていますが、その起源に関する正確な情報は存在しません。伝説によれば、その起源はアトランティスにあるとかないとか。なるほど。10月後半にメコン川を訪れたら、光り輝く火の玉が水中から現れ、空中に浮かび上がる姿を目撃することができるかもしれません。地元の人はこの火の玉現象をバンファイパヤーナークと呼んでいます。火の玉のサイズは様々です。火花ほどの小さなものもあれば、バスケットボールほどの大きさのものも存在します。夜になると数十個から数千個、このような玉が出現するんです。科学者たちはこの現象の確固たる原因を解明できていませんが、これは沼地から放出される可燃性のガスが原因なのではと考えられています。地元の人の一部はメコン川に住み着いている巨大蛇の仕業だと信じているようです。ミネソタ州のスペリオル湖の北側の岸にはデビルズケトル、
つまり悪魔の大釜と呼ばれる滝壺で有名な公園があります。これは2つに分かれている滝で、滝の1つはそのまま流れ落ち、もう1つは地面の穴へと消えていきます。デビルズケトルに投げ込んだ物体は二度と戻ってきません。科学者たちは穴に流れ込んだ水の行き先を解明できていません。流れの行き先を追跡することができないため、デビルズケトルは人間には危険すぎると考えられています。ウォータースライドには向いてないですね。グルニオンは変わった繁殖方法で有名な魚です。メスは海から岸へと上がり、海岸で尻尾で砂に穴を掘り卵を産むんです。卵はしばらく砂の中に隠されます。10日後、生まれたばかりの赤ちゃんが海に帰っていきます。科学者たちはまだこの繁殖方法を説明できていません。中央ノルウェーのヘスダーレン峡谷に住む人たちは、空に浮かび上がる白、黄色、赤の光を頻繁に目撃します。この光は昼夜問わず現れ、80年代には1週間で15から20回ほど目撃されました。ヘスダーレンの光は数秒程度で消えることもありますが、1時間ほど観測されることもあります。この光は移動して前後に揺れているようにも見えます。この光の原因を鉄粉だと考えている人もいれば、ナトリウム、酸素、窒素の燃焼であると考えている人もいるようです。ただ多くの人たちは航空機の見間違いではと疑っています。イエローストーン国立公園には有名なボイリング湖がありますが、自然に沸騰した水を見ることができる場所はここだけではありません。アマゾンの奥深くには 6.5 キロ続く常に熱いシャナイ・ティンピシュカ川があります。この名前は太陽の熱で沸いたという意味です。正確に言えば沸騰しているわけではないですが、パスタを調理するのには十分な91度に到達します。試してみます。温度は最も低い時で45度です。この川の温度は未だ科学的に説明されていません。水がこれだけの温度に達するためには火山に近いことが条件です。しかし最も近い火山でも645キロ離れています。ただし、この現象を可能にする理由が地下に隠れている可能性はあります。ベネズエラの西部、カタトゥンボ川の傍らに住む地元住民にとって雷は日常茶飯事です。ほぼ毎日雷が鳴るんです。午後7時くらいから始まって夜明けまで続きます。このカタトゥンボの雷はかつて数ヶ月ほど2010年の1月から3月の間だけ見られなかったことがありました。原因は干ばつだと考えられています。あるいは充電不足。1991年、冷たい空気の流れと暖かい空気の流れがぶつかり合うことが原因でこの現象が起こるのではと科学者たちが提唱しています。別の説によれば、雷は岩盤に含まれるウランによって引き起こされています。雷といえば、私は苦手なんでおいとまします。では、2009年6月、日本のとある地域の住民たちが豪雨の後に家から外に出ると、不思議な光景が目の前に広がっていました。彼らが外で目にしたものは、なんとそこら中の地面で飛び跳ねる魚やカエル、オタマジャクシ、田畑や道路、芝生、屋根の上もこれらの生き物でいっぱいになっていたのです。ある男性は所有しているトラックの周辺に13匹の鯉がいたと驚いていました。この奇妙な雨がどこからやってきたのかよくは分かっていません。しかし最もよく言われる説は、水辺の上で起こった竜巻によってこれら水中生物が巻き上げられた可能性があるというもの。吸い上げられた生物たちはそのまま上空にまで飛び、何も知らない人々の頭上から降ったのです。アーチ雲はまるで SF から飛び出してきたかのような形をしています。アーチ雲は暖かく湿潤な空気が雷雨に伴う上昇気流に捕まることで作られます。つまりこの雲は嵐の予兆となります。ふわふわとした息を呑むほど美しい虹色の雲が雷雨の後に現れます。ふわふわの雲は高度が低いということ。通常は上空 1800km 程度の高さに現れます。そこに含まれる水蒸気が凝結して生まれる水滴がプリズムのような働きをします。この効果によって虹色のベールが雲の上に現れるのです。モーニンググローリーはとても珍しい雲で、
巨大な環状の雲が上空に長く伸びています。その長さは1000キロメートルにも及ぶ場合があり、比較的低い高度に生まれます。定説ではこの形の雲は雲の間を強い上昇気流が吹き抜けることによって生まれるとされています。この風の作用によってロールケーキのような特徴的な形状が生まれるのです。ロールの反対側では冷たい空気が吹き下ろしています。モーニンググローリーがよく見える場所はオーストラリアのカーペンタリア湾。この雲を目当てにご旅行の際には9月から11月の時期を狙うと良いでしょう。2012年、突如として暗くなった空がやがて黄色く変化するという現象が起こりました。そしてその後地上に降ってきたのは青いゼラチン質の玉。イギリスに住むある男性はこの玉を氷が降った後に見つけています。ガレージに向かっていた男性は降り積もった氷の上に不思議な明るいものを見つけました。研究者がこのゼリー質の雨を分析したところ、玉の表面におむつや鉢植えに使われる物質があることが分かりました。主に吸水剤として使われるものです。となると果たしてこの玉が空から降ってきたものかどうかは分からなくなりました。溶けた氷が結晶との作用でそうなったのかもしれません。白い塊が上空に広がる雲は乳房雲と呼ばれています。まるで空が降ってくるようなこの光景。多くの雲は上昇気流によって生み出されますが、この雲は違います。乳房雲は湿潤な冷えた空気が下に向かい、乾燥した空気とぶつかることで生まれます。結果このようなマシュマロのような形が生まれるのです。またこの雲は激しい嵐の前兆なので、すぐに逃げましょう。カラフルな真珠雲は非常に高い高度で発生します。どれほど高いかというと、旅客機の巡航高度の2倍、つまり 20km。 この辺りの大気は非常に乾燥しており、気温も著しく低くなります。真珠雲に含まれる氷の結晶は一般的な雲に含まれるものに比べて極めて小さく、光の拡散の仕方が変わっています。そのため美しい真珠のような輝きが雲に生まれるのです。赤い雨はホラー映画さながらの見た目をしていますが、実際のところは心霊現象でも不思議な現象でもありません。この現象は古くは古代ローマの時代から知られてきました。時折吹く強風が赤い砂ぼこりを上空へと巻き上げ、それが遠くへ飛ばされていきます。そしてその埃が雲に混ざり込むことによって雨に色がつくのです。ちなみに炭鉱からやってくる埃は雨を黒く、花粉は雨を黄色く色づけます。また別のものであれば雨を白くすることもあるようです。オーストラリアでは雲が空から降ってきます。固有の種はまるで風船のように風に乗り遠くを旅するのです。雲は高い木や茂みの頂上まで登り、そこで数本の糸を作ります。この糸が風を捕まえて雲を運んでいくのです。彼らのこの習性は滅多に観察できませんが、ジメジメした天候の下ではこの雲の大量移動が見られます。その光景からは目を離すことはできないでしょう。無数の雲が新天地を求めて旅をしていきます。その様子はまるで雪が降るかのようなのだと言われているんですよ。でも気をつけて、それ全部雲ですからね。空に巨大な円盤を見たことはありますか？でも大抵の場合それはレンズ雲と呼ばれるものです。標高の高い地形に発生しやすく、山や丘で見られます。強い風がそびえる地形にぶつかることで風が波打った形になり、空気が山頂を取り巻くようになります。地形の標高が高ければ高いほど頂上の気温は低くなり、一定の高度を超えたところで水蒸気が凝結し、不思議な形の雲となるのです。レンズ雲は波形やピザ型、パンケーキを重ねたような形など様々です。美味しそう。
火山に伴う竜巻は自然現象の中でも最も恐ろしいものの一つでしょう。噴火した火山は赤く焼けた火山弾と火山灰を上空へと舞い上げます。固体の火山弾と灼熱のガスが山の斜面を覆り、その過程で閉じ込められたガスが渦を描きながら上昇します。ガスが辺りの空気に圧縮されることで回転は速くなり、竜巻が生まれるのです。この現象が長続きしないものであるというのは数少ない救いです。2018年3月19日、アラバマ州の住民たちが避難する事件がありました。避難していなければ、彼らは空から降る巨大な氷の塊に潰されていたかもしれません。何億ドルという損害額を叩き出した記録的な氷です。氷が残した爪痕は悲惨でした。船や車の窓は叩き割られ、看板は破壊され、屋根には穴が開いていました。片やカルマン市の付近で氷のサンプルを発見して大喜びしていたのは研究者たち。見つかったものはソフトボール大で直径12センチメートルもあったのです。これはアラバマ州における新記録となりました。スノードーナツは強風によって雪玉が生まれるようにして生まれます。はじめは雪の降った一帯でその雪が吹き転がされます。これが雪玉の場合、重さによって動きは止まるのですが、ドーナツの場合は中が空洞なため転がるプロセスがなかなか止まりません。ドーナツ型は玉の中心の層が弱く、そこが風によって吹き抜かれることによって生まれます。こうして重さが軽くなるのです。残念ながらスノードーナツはその辺で見つけられるわけではありません。特殊な条件が重なった時のみに見られる現象なため、非常に希少です。月光は虹に比べてずっと珍しい自然現象です。太陽ではなく満月に近づいた月の光によって生まれます。月光は光が弱く白っぽく見える場合がほとんどです。しかしこれは人の目にそう見えているだけ。人の目はその色を細かく識別する能力に乏しいのです。ボールライトニングは空に浮かぶ光の玉です。その色は主にオレンジ色や黄色で、赤の場合もあります。稀にこの玉が空から降りてくることがあり、また別のケースでは地上1メートル程度の高さに突如現れ、浮かび続けるといった挙動をとります。熱や音もほとんど発せず、物体にぶつかると跳ね返ります。しかしテレビなど電気を伴う物体と接触すると、静かな破裂音とともに消えてしまい、後に硫黄のような匂いを残します。ボールライトニングは火災や爆発の原因となることも報告されているようです。研究ではボールライトニングが雷雨と関係がある可能性が示唆されていますが、確たる証拠は未だ出ていません。霧虹は内側がほぼ青白く、外側がうっすらと赤い色をしています。水温の低い海の上の暖かい空気が冷たい水にぶつかる一帯で比較的多く発生します。また太陽が明るく照っていると発生しやすく、霧は光を通せるくらい薄くある必要があります。ペレーの毛は細い溶岩の糸です。金色で美しいものですが、拾っては危険です。体に害がありますからね。活火山から吹き出すマグマのしぶきが強風に捕まると、このマグマは風によって遠くに運ばれます。その過程でマグマは細いガラスのワイヤー状になるのです。中には2メートルになるものもあるのだと言われています。2018年3月にネバダ州北部上空を見上げた人たちは、世にも奇妙な雲を目撃しました。それは馬蹄型の雲で、平たい雲が暖かい上昇気流の柱にぶつかって発生します。空気は雲を不思議な形に変えるにとどまらず、その動きに回転を加えます。この雲は急がないと見れません。とても消えやすく、通常は数分しか姿を現しません。フロストフラワーは北極の海や湖の薄氷の上に生まれます。
非常に壊れやすく繊細な氷の結晶で気温変化の起こる間に成長します。氷の表面から水分を得て上へと伸び、その過程でバクテリアや塩を中に閉じ込めます。フロストフラワーは南極でも見ることができますが、それがどこで見られるものであれ、あまり多くのことが解明されていません。まあでも綺麗なのは間違いありませんね。皆さんは水平湖という現象を知っていますか？知らない？え？私は知ってるのかって？私も知りません。では環水平アークはどうですか？やっぱり知りませんよね。でもこの2つは同じ現象なんです。一見絵画や空に浮かぶ虹色の水しぶきのようにも見えますが、火とも雨とも関係なし。この稀な現象は太陽が特定の氷雲の間を通して輝く際に発生します。虹色の傘も同じくユニークな現象。この場合も雲の中の特殊な氷の結晶によって地球の表面で太陽の光が輪の形に曲がることによって発生します。月の光でもこれと同じことが起こりますが、唯一の違いは月の傘は通常白く、太陽の傘は虹色になる可能性があるということ。標高の高い地域に行くとペニテンテと呼ばれる自然によって形成された氷の刃物のような物体を見ることができるかもしれません。これが形成される条件は空気が乾燥していて非常に寒く標高が高いということ。日光によって氷が溶け水にならずに直接蒸気に変化するのです。そのため雪と氷の刃が地表に現れます。一見綺麗に見えますが 4.5 メートルの高さになることも。溶岩の小さなしぶきが風に当たるとペレーの毛という現象が発生します。ペレーという言葉は火山を意味する古代ハワイのシンボルに由来するもの。溶岩の小さなしぶきに風が当たるたびにガラスでワイヤーを作っているかのように髪の毛のような細さになるまで引き伸ばされます。これらの繊細なストランドは長さが2メートルに達することも。天気雨は稀ですが実際に発生すると言われています。でもそれは本当なのでしょうか？この稀な現象がどのように発生するのか科学的に見ていきましょう。雨が太陽からまっすぐに降り注いでいるように見えるためサンシャワーと呼ばれることもあります。ですが太陽から直接雨が降っているというわけではありません。雨雲が少し離れた場所にあるため太陽光線の角度により雲が見えないことがあります。そして風によって雨が自分のいる位置に吹き飛ばされると天気雨だということになるのです。ボリビアにはウユニ塩原と呼ばれる世界最大の塩原があります。さらにこの場所ではバッテリーの重要な原料であるリチウムの世界の 50% が採鉱されているんです。でもここでさらに特別なのは雨季が来るたびにこの平地が鏡のように見える湖に変化するということ。血の滝と聞くと何を思い浮かべますか？ホラー映画？ここで言っているのは南極大陸で乾燥した地域にある滝のこと。これらの滝は特殊なバクテリアが繁栄している地底湖から吹き出ています。この小さな生物は糖の代わりに亜硫塩をエネルギーにしているので科学者にとっても非常に興味深い現象を発生させているのです。この湖の水は鉄分がかなり多く空気に触れると錆び始めます。そのため滝が真っ赤になるのでこのような名前が付けられたのです。デザートローズという歌を知っている人も多いと思いますが、これは作り話ではありません。実際に砂漠のバラと呼ばれるものが実在するんです。でもそれは植物ではなくユニークな形をしたミネラル石膏のこと。この現象は時々浸水する乾燥した砂地で発生します。湿った環境と乾燥した環境の絶え間ない切り替わりにより砂粒の間に石膏の結晶が現れ、それが固まることによってバラのような形になるのです。皆さんはリシャット構造とも呼ばれるサハラの目をご存知ですか？科学者たちはこの場所が形成されたプロセスを未だに研究中。簡単に言えば約1億年前に自然に形成された上空からでないと見えないドームのこと。そう、かなり昔のことです。直径は約40キロメートル、
多数の輪によって構成されています。中心部の最大の部分は直径約 30km。 初期にこの構造に気づいた人々の中には宇宙飛行士も含まれているため、それ以来ずっと研究され続けてきました。実際のところ現在でもサハラの目はもうすぐフロリダ州に着陸するという目印になっているのです。フィリピンとインドネシアには世界中でも有数の美しくカラフルな木がありますよね。レインボーユーカリの木は樹齢を重ねるごとに色が変わりながら剥がれ落ちることによりこの名が付けられました。明るい緑色の樹皮は通常葉に含まれているクロロフィルと呼ばれる物質を含んでいるため最も若い部分なんです。そして紫色に変わった後赤に変色します。成長するにつれてクロロフィルが失われるため茶色に変わるのです。ちょっと戸惑うかもしれませんが、これは森ではなく一本の木、いえ目の錯覚でもありません。これはアメリカ山ならしと呼ばれる木で、この周辺の地中には地上にある約4万7000本の木をつなぐ複雑な根のネットワークがあります。さらにこれらの木の一部は世界でもかなり古く巨大な生物の一つだとされています。次の場所は興味深いものの、旅行者にとってはあまり良い目的地だとは言えないかもしれませんね。NASA が発表した最近のデータによると、世界で最も雷に打たれた地域はベネズエラのマラカイボ湖。この場所では年間300日も雷雨が発生するのです。この地域が非常にユニークで、嵐が頻繁に発生する理由は山の涼しい空気が暖かく湿った風にぶつかり湖の上で電化するため。永遠の炎の滝はニューヨーク州北部のカナダとの国境付近にあります。この地域にある小さな秘密の滝では高さ約20センチの火が見られ、滝の後方には炎の燃料となる天然ガスが浸透しています。そして滝によって保護されているため炎は常に点灯したままなんです。ハイカーたちは火が消えるたびに点火して楽しんでいるようです。この現象はそれほど珍しくはありませんが、他の場所より新しいため人気があるんです。自撮りをするのにもぴったりだからでしょう。黄色の砂、白い砂、黒い砂の話は聞いたことがあるかもしれませんが、緑のビーチのことも知っていますか？ハワイのパパコレアグリーンサンドビーチは世界でも数少ない緑の砂が特徴的。その独特の色は近くの火山が噴火した時に形成された観覧石によるものなんです。でもハワイの場合は周りに火山がたくさんありますよね。世界中の他の地域のビーチでは夜に緑の砂浜の上を歩いていると光が見えることがあります。それは天然の植物プランクトンによるもの。これらの生物は微細藻類と呼ばれることもあります。基本的にはクロロフィルを含む小さな植物で、生きるために日光を必要としているのです。大半の植物プランクトンは海に浮くことができ、水中で太陽の光を得ることができます。そのため植物プランクトンが波や海流によって動くことにより光を放つので、夜間は光っているように見えるのです。この特別な微生物はモルディブ、プエルトリコ、フロリダ州のエバーグレーズなど世界中の多くのビーチで発見されています。ワイオミング州のアフトンの郊外にある山のふもとには間欠泉と呼ばれる小さな川があります。このような川は全世界に3つしか存在しません。この小さな水の流れが神秘的なのは、数分ごとに水が流れと下の方からゴロゴロと音がします。皆さんのお腹の音ではありません。低く不吉です。顔を上げるとおかしな光が空中に浮かんでいます。空に浮かぶ輝く光の玉のようです。口が乾いてきて、あなたはごくりと唾を飲み込みました。これはいわゆる地震光と呼ばれるものです。この現象に関することはあまり分かっていませんが、目撃者によれば様々な形や大きさが見られます。光玉、幕状、電光、飛行機雲、宙に浮く不動の光のような形です。この光が出現すると大規模な地震が発生すると言われています。光が発生する理由も、必ず地震前に発生するわけではない理由も、科学者たちはまだ突き止めることができていません。一部では地下のガスが大気中に放出された反応であると考えられています。
案の定地震が発生しました。思ったよりは強くないようです。地面が揺れていますが、なんとかバランスを保つことができました。始まった時と同じように急に止まったので、家に向かって歩き始めます。帰宅途中、閃光を目撃し、パチンという音が聞こえてきました。稲妻がそばにある寂しく佇む木の上に落ちてきたようです。火は燃え始め、天に向かって炎が巻き上がります。まだ雨が降ってきていないため、炎の柱はどんどん大きくなっていきました。ファイアーネイドという現象を聞いたことはありますか？これらの現象は気圧の違いにより、地面の近くで風が円状に回り続け発生します。このようなミニ竜巻には皆さんすぐに気づくはずでしょう。小さな瓦礫、塵、砂、葉が空中に舞い上がり、急速な円を描いて巻き上がります。しかしこの時に火元となるものがある場合、風に火がついて不意後のようにより激しく燃え上がります。炎はぐるぐると回って、より高くまで伸び、渦巻く炎の塔と化します。幸いファイアーネイドは短命で、通常大した損害を引き起こすことはありません。その木に隠れて嵐をやり過ごそうとは考えないでください。フロリダ州やカリブ海沿岸でお目にかかることができるこの変わった植物、外見におかしなところはありません。灰色の幹、緑の葉、リンゴに似た小さな果実。ただし覚えておいてください、このリンゴですが、もぎ取ってはいけません。特に雨天時、木のそばに行くこともお勧めできません。この植物はマンチニールと呼ばれており、世界で最も危険な木であると考えられています。幹、樹皮、枝、果実には毒性のある汁が含まれています。この腐食性の酸性の液体一滴で皮膚にかなりのダメージを及ぼします。木自体がこのような汁を分泌しているのです。誤って触れてしまったら手が炎症してしまうかもしれません。雨が降ると水の雫が火に落ちてきて毒と混じり合います。水は樹皮から跳ねて皮膚に当たってしまうこともあるでしょう。そのため火の近くに立つことはお勧めできません。周りには他の低木やキノコがほとんど生えておらず、動物たちもこれらの木を避けているはずです。人間もこの木を切り倒したり、果実をもぎ取ったりはしません。木の枝で焚き火をすることも避けてください。枝を燃やすことで目に損傷を与える毒性の煙が発生します。地元の人たちはこの木のことを熟知していますが、観光客たちが誤って怪我をしてしまうことがないとは言えないでしょう。そのためマンチニールはペンキで目印がされていたり、警告看板が立てられていたりします。ベネズエラ西部カタトゥンボ川のそばに暮らす地元の人たちは全く雷に動じません。なぜならここでは毎晩雷を見ることができるからです。夜7時頃始まり、夜明けまで続きます。かつて永遠に続くカタトゥンボの雷が2010年の1月から3月までの数ヶ月間止まったことがありました。これは干ばつが原因であったと考えられています。あるいは大電が尽きたのかもしれません。1991年、科学者たちはこのような現象が起こるのはこの地域が冷気と暖気の接触地点だからであるという説を提唱しました。雷は岩盤にウランが含まれていることの証拠であるという別の説も存在します。雷は必ずしも雲の中で発生するわけではありません。火山雷と呼ばれる珍しい現象が存在します。雷が火山の上空で起こるのです。最も有名な事例は日本で発生する火山雷でしょう。ほぼ毎日噴火が起こり、空高く黒い煙が巻き上がります。つまり超恐ろしい火山の煙と雷の融合です。なんと通常の稲光は氷の結晶がお互いにぶつかり合う嵐の真っ只中に発生します。火山雷の場合、火山灰がお互いに衝突して摩擦を起こし、空に火をつけてしまうのです。地球で最も暑く乾燥している場所はアフリカのダナキル砂漠でしょう。気温はおよそ50度。この世のものとは思えないようなこの場所では、活火山や塩素や硫黄などの有害なガスを排出する間欠泉などを見ることができます。鮮やかなグリーン、エレクトリックブルー、イエローの水はマグマによって温められた海水です。誤って足を踏み外したら最後、
帰らぬ人となってしまうでしょう。事件が起こったのは2009年。ひどい土砂降りに襲われ、日本のとある町の住民たちは避難を迫られました。降ってきたのは魚、カエル、オタマジャクシなどです。畑、道路、芝生、屋根に散らばる水生生物たち。住民の男性の一人は所有するトラックの上や周りに13匹以上の鯉を発見し、衝撃を受けます。ちなみに男性は正確な数を数え上げる前に諦めてしまったそうです。このおかしな雨が発生した理由は誰にも分かっていません。最も支持されている説によれば、強力な土砂降りによって生物たちが巻き上げられてしまったのではないかと考えられています。巻き上げられた生物たちは高層帯域へと運ばれ、何も疑っていない住人たちの頭上へと降ってきたというわけです。さて、カナダのアブラハム湖へやってきました。湖は完全に凍っています。透明の氷の上に踏み出して氷の下を覗き込んでみました。魚はおらず、そこにあるのは不思議な凍った泡のみ。まるで氷の中で固まってしまった小さな雲、あるいは冬服を持ってき忘れたクラゲのようです。これらはメタンガスでできた数千個の気泡です。氷に穴を開けて触ってみようとは考えないでください。メタンガスはかなり燃えやすいんです。葉、芝生、虫、湖に落ちてくる有機体を主食とするメタンガスを発生させるバクテリアがこのような泡を作り出しています。氷に触れるとメタンは数十万個の小さな玉に変化します。氷が溶けると玉は爆発し、ボコボコ音を立てます。同じような湖は北極海の近くにも存在するようです。北極海では泡の大きさが気球の 2,3 倍まで膨れ上がることもあります。確かに美しいですが、安全とは言えません。お次のショッキングな湖はインドネシアのジャワ島に存在します。芝生と木が生い茂る荘厳な火山へやってきました。火山は休止しているように見えますが、煙がもくもくと上がっています。頂上まで登りきるあなた、疲労しきって汗だくで今すぐクールダウンしたいところです。おめでとうございます。頂上に到達しました。あなたは火口を覗き込みます。ぐつぐつ煮えたぎるマグマはないようです。ただの美しく鮮やかなターコイズ色の湖のみ。まるでオアシスです。水浴びにはもってこいですね。下へと降りていき飛び込もうとしますが、これは水ではなく酸です。硫黄ガスが火山の下から湖へと流れ込んでいます。湖にはたくさんの金属が含まれています。ガスが金属に触れると美しいターコイズ色の水を生み出します。というか酸ですが、近くの村へ引き返し休息をとって涼しくなった夜に戻ってきましょう。この湖は暗闇の中で光ります。湖の上空に光り輝く小さな雲が見えるはずです。硫黄ガスが湖から蒸発して空気と混じり合うと鮮やかなブルーの光を発します。ただし近づくのはやはり避けてください。不吉な赤色に色が変わる海、このような環境では生き物は生活できません。クロマ術か何かなのでしょうか。実はこれ、小さな藻類が大繁殖して水をこのような色に変えてしまう赤潮という現象です。赤潮は海の哺乳類、鳥類、カメ、これらを主食とする生物たちにとって有害な毒を持っています。人間の場合、赤潮と接触すると呼吸問題や食中毒を引き起こすでしょう。はっきりした理由もなく巨大な船が沈没することはあり得ることです。このようなケースの主な原因は、旧火山の場合でも起こり得る海底火山が生み出す泡のポケットであることが多いようです。生産的なマグマ工場の海底火山は海底 2600m に眠っています。目覚めると海底火山は地上の火山と同様の活動を行い、破壊的な津波を引き起こすことがあります。この木、瓶のような形をしていますね。英名のボトルツリーという名前にも納得です。ナミビア原産でたくさんの観光客を引き寄せています。しかし木に近づきすぎないようお気をつけください。実は地球上で最も危険な植物の一つなんです。幹の中には白い樹液が流れています。この樹液は人間にとってはかなり有毒です。中心が赤く美しいピンクホワイトの葉を実らせるという点がせめてもの救いでしょう。
西オーストラリアではかつて刑務所として使用されていたとある木を見ることができます。ボブプリズンツリーの中にある囚人用の官房はかなり昔から使用されていました。囚人たちが収容されるのは一時的で大抵一晩のみです。その後囚人たちは最終目的地へと移送されます。この刑務所が設立されたのは1500年前で、現在までそのままの状態を保ち続けています。訪れた観光客は刑務所の中を覗き込むことができるそうです。